です、はい、午前中お疲れ様でした、はい、残念ながらの結果になりましたが、ここで激アツレッスンよろしくお願いします。お願いします。はい、で今ちょうどデータを測定したところなんですけど、宮下さんの癖がいろいろ分かってきまして、まあ、体の回転軸がちょっと左に傾いたりとかありました。それから腕の振りがやっぱりちょっと足りない分を手首をこねて、合わせているようなところがありました。それから一番やりたいのは何ですか、自分で一番やりたいのは。今おっしゃってたのは、あ、でもこれをやめたかったんで、うん、これをやめたいんですよ。最後に手首でね。そう、これやめたい。腕の回転の送りを手首でこねってやるところがどうしてもあるんで、そこを。で、胸を回せっておっしゃってたのが、うん、できたらやりたいかな。そうね、胸が回らないんで、まあ、胸は回したいね。胸の回転が最後に最初の頃遅れるんだよね。なるほど。胸の回転は遅れる。最後にほら胸を回してるところがある。ああ、一番最後なの。最後に腕が回る。それからまあ正面から見た時の軸が右に最初倒れてたんで、こう右にかぶって右に倒れる。ああ、リバース。トップにする時前に出て伸び上がりながら右に倒れる。最初トップで左に傾いちゃう。トップで。左に行っちゃう。前に出ながら左に傾いて伸び上がっていく。さあ作戦タイム終了です。はい、はい、みんなでデータ見ながら相談しました。はい、カイト君。はい、まずは下半身の動き方を直しましょう。うんうん、なるほど。腕より先に。なるほど。ちょっと、まあ、打ってみてください。みんなで見ましょう。どこのことを。アイアンでいいです。アイアンで。アンでやりましょう。この150ね。はい。動きってのがあればアドバイスしましょう。これ今日よくあるやつです。体が左に回らないんです。体が左に回らない、はい、だって腰が先に前に出てるから。一番は腰が前に出る、前に出るから。それから体がここで止まっちゃうんです。自分でブロックしちゃってるから。ブロックする。手がこっちにこう返すしかまっすぐ打つ方法がないですね。で左に行っちゃうんだ。そうです。だからフェースがかぶって、うん、アイアンで重心距離が短いから返りやすいじゃないですか。その分フェースがかぶっちゃってビューって入れるじゃないですか。どうすればいいの。だからまずは下半身の動きです。下半身構えるじゃないですか。腰を入れてください。腰を入れるとか股関節で右足のかかとに体重が入るイメージ。右足のかかとに体重が入るイメージ。ここに体重が入る。つま先ではなくて。つま先ではないです。右足のかかとに体重がいるイメージだけど、その時に上半身はこっちに流れちゃダメです。上半身はこれキープしたまま腰だけ回すんです。腰が回ったら肩がもっと回るんで。わかります。そしたらあるじゃないですか、うん、したらこっち足がちょっとフリーになるんですね。もう浮いちゃってます。浮きますよね、はい、したらその浮いてる方向にバーンって体重を持ってください。こっち側に。ここに。こっちに。ここ。そうです。左足の股関節に。そうです。それでもっとこっちにバーンって回してあげるんです。そうです。そうそうそう。そしたら前にするブロックがなくなるんです、うん、こっちに流れるから、ここを使う、すごいここを使うイメージないですか。ここら辺、この中ら辺を、ここめっちゃひねってるイメージないですか、うん、なんかここにグッとくるですよね。そしたらこうはなんないんですよ。こっちでグッと持ってれば体の回転が左になるじゃないですか、うん、だから手が遅れて入ってきても抜けられるんじゃないかな。それだ。激アツ激アツ激アツめっちゃ説明難しい。これ難しいけどその通りだ。一回それだとアバターはちゃんと動くような気がする。ちょっと一回素振りでもっとっす。もっとなんていうんだろう。右に持った体重を左足の、かかととケツの股関節のところに一気に持ってみるんですよ。ここ。そう。で上半身は後からついてくるイメージです。そう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 。振るっていうとクラブからね、クイって振っちゃう。こうとかが手を。違うんですよ。下が動かないと上はついてこないんで。僕もマンブルするときはこっちをイメージします。
こっちよりもこっち。そう。いるって言った時、クラブを釣り竿みたいにピュンって走らせちゃうんで、さっきのデータを見ると。下から行きたいね。イメージは手あるじゃないですか。こうやって手引いて引くイメージです。引いて引く。これ引いて引くイメージ。ちょっとやってみてください。今はクラブを置いて右に流して。左の前に持ってってんですよ。ぶかぶかぶか。今は？今は左に右に流してから左前に持ってってんですよ。なるほど。だからそれをこっちに引いて引く意味です。はい。引いて引く。はい。はい、右を引いて左引く。そうそう。その動き、その面、その面、腰の。なるほど。これだっけなってなかったね。そう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 。そう。引いて引く。いいね。引いて引くんです。すごいことになってる。めっちゃ綺麗ですよ、ね。激アツ？激アツ。さっきのインパクトはこうっすよ。今こうやってるじゃないですか。ちゃんと自分で、うん、その面で後から手がついてくる。そう。なるほど。それでこれで手がこう入ってきたら球当たんないんだ。それ。これでこう入ってきたら手当たんないんだ。アバターそうなってます。なってます。なってます。だからそれで引いて引いたら勝手に左に旋回できるんです。です。引けるか。引く、引くんです。素振りから、素振りからまずは。素振りで引いて引いて。引いて引いて。そう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 。そう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 。なんか変わった。引いて引いて。すごい。ギャス。です。やってみましょう。打ちづらいけど変わった。打ちづらくて当たり前です。なんか変わんないです。全然気持ちよく、どんどん気持ちよく持ってっちゃいます。はい。引いて引く。はい。そうそうそう、当たんなくていいです、当たんなくていいです。気持ちよくて当たり前ですもん。そう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 。あ、なんか安定してる気がする、体は。じゃあ次、ようやくに。これよ。よし。オッケーです。声の張りがすごいです。さ、次もう行くの次。次。次行くのこれこれ。これが入ってないのに。練習した方がいいかもしれないですね。うまくいったってことでしょ。さ。それは上が合わないですよね、体が。あ、でこっち今までは流しながら打ってる人がいきなりこうやって引きながら打ったら、それは上を合わなくないですか。全部違う動きになるんで、そしたらまず手を前でクロスしてください。で前傾して取って。で引いて引くイメージ。そう、よくやる動きだよね。この動きです。これ大事なんだね。これ超大事ですね。ね、これやんなきゃ。これプロでもみんなやる。これ手が自分に手がないと思ってください。こういうイメージ。それに手を添えるだけです。一回イメージ教えてください。はい、イメージは前でクロスして引いて引くイメージ。自分に手がないと思って。引いて引くイメージ。手がそれに手をくっつけて、手はガッとついてくるだけです。動きに対して純粋についてくるだけです。はい、やりましょう。はい。で、引いて。あ、つかないんだ。で、手が後からくっつく。あった。違う。惜しい。分かってきた。手が出しゃばりすぎです。おお、今のこと。でも、手はなくなっていました、うん。手はなくなった。手はなくなった。大躍進、手がなくなった。うん、おー、ナイス。あ、ということで、リュウヤ君。あ、リュウヤ君。第二激圧。第二激圧。早いよ。第二激圧、十分ですが、まあなんか割とスミ君の今の教えはとても素晴らしくて分かりやすいんですけど、なかなかこう自分でやってる時に変化が分からないと思うんですよ。なかなか人に撮ってもらったりとかやった時とかに、なんとなく変わったかなとかはなんとなくこう自分の中で思うんですけど、実際目に見えて、あ、ちょっと変わったなっていう風に感じてもらいたいドリルをじゃあ僕が紹介します。です。はい。じゃあ。
皆さん、リンゴルフオープンニュースをお伝えしたいと思います。6月、7月のスケジュール、8月まであるかな、ざっと出てます。6月15日、福岡クイーンヒル、ゆっこが会場に行きます。で、インターからも近いゴルフ場となってますので、アクセスもいいということで、たくさんのご応募お待ちしています。で、7月22日、軽井沢ですね。7月で結構暑いんですけれども、避暑地、飛ぶ、天気がいいとカート乗り入れできるので、こちらの会場もお待ちしています。りさちゃんが来ることが決まっております。で、もう一個、8月17日鳴沢、こちらのかなり名門となっております。 YouTube でも結構上がってるんですけど、富士山がかなり絶景ポイントでたくさん撮れますので、ご応募いただければと思います。以上、ご参加お待ちしています。バイバーイ。